グランフロンと大阪大阪ガーデンシティ、大阪天満宮北区は大阪市を構成する24行政区のうちの一つ、大阪都心6区の一角であり、中央区とともに大阪市及び大阪都市圏の都市中枢をなす。区の北端を、淀川、東端を、大川、南端を、土佐堀川が流れている大阪市役所所在地である。区の中心は、 大阪最大の鉄道ターミナルである JR 西日本の大阪駅や各社の梅田駅が位置する梅田で大阪駅の周辺には阪急、阪神によって早くからターミナルデパートが展開され周辺に大阪北の繁華街が広がる。淀川区に位置する新大阪駅の開業によって大阪駅は遠距離旅客のターミナル機能が 大幅に低下したが、大阪駅及び隣接する、私鉄各社の梅田駅はそれぞれ阪神間、京阪間の都市間輸送における最大の拠点であり、加えて、阪急大阪梅田駅は、北摂方面、大阪駅は、北陸、山陰方面からの大阪の玄関口としての地位を、占め続けている。新大阪駅開業後、梅田は、 再開発の進展もあって、むしろ都市化が加速し、北区内ではそれまで、道島、中野島に泊まっていたオフィス街の側面も帯びるようになり、日本有数の超高層ビル群が形成されている。これにより、伝統的な大阪の中心業務地区である、中央区の船場ではなく、梅田に本社、関西支社等を置く企業が増えた。再開発は大規模なものでは、ダイヤモンド地区、 大阪ガーデンシティ、グランフロント大阪と続き、梅田貨物駅跡地で、偏在再開発が進行中。他に新梅田シティ、茶屋町、大阪ステーションシティなどの再開発も行われた。このように、都会的な面がある一方で、江戸時代からの市街地である、区東部の天満には、日本一長い商店街である、天神橋筋商店街が発達し、 戦災を部分的に免れた長江、中崎町、中津などには長屋が密集するなど、下町的な情緒も残る。中夜間人口比率は、中央区に次いで高い。人口増加率も、中央区、何枠に次いで高く、都心回帰の傾向がよく現れている。発足時の旧帰宅は、江戸時代からの市街地だった地域で、蔵屋敷が並ぶ中野島。 米取引の中心になるなど、商家の多い道島、青物市場が、淀川沿いに並び、商業が盛んな一方、大阪天満宮や寺町があるなど、完成な文化地区でもあった天満などから、なっていた。一方、曽根崎新地、西天満の北側は、曽根崎村、北の村で、前者のうちの梅田は、水田地帯、後者のうちの茶屋町は、名の花畑を見るための茶屋が立ち並び、 さらに北の中津など旧大余毒は中津川沿いの近郊農村であった。明治以降、天馬には国の造兵局の建設を皮切りに金属工業が栄え、中野島は倉屋敷がなくなった後に市役所、学校、中央郵便局などが相次いで立ち並び、東端は公園となった。また梅田には東海道線の鉄道駅、梅田支店所が建設され、 大阪の表玄関として変貌した。旧大淀区では、中津川のあった場所には、洪水対策として、淀川の放水路、新淀川が建設され、多くの村が立ち退きにあったが、次第に大阪市街地に取り込まれ、住宅地、工業用地になっていった。昭和初期には、中野島、銅島に大阪ビルジングや、大阪朝日新聞、 大阪毎日新聞などのオフィスビルが並び、梅田には、阪急や阪神など電鉄会社のターミナルには、百貨店が併設され、映画館や劇場も立ち並ぶ、繁華街が形成された。大阪大空襲で、ほとんどの地区は焼け野原となり、大阪駅前は闇市になったが、戦後数十年をかけて、区画整理された結果高層ビル街となった。また、戦後に、 発展の方向が北大阪に転じたこともあって、大阪市街の北玄関である梅田は巨大化の一途をたどり、オフィス街、繁華街ともに、旧東区の船場や旧南区の震災橋など、伝統的な中心地を次第にしのぐようになった。2015年の国勢調査によると、北区の総人口は123,667人で、ある。いわゆる、ドーナツ化現象の影響で、 長らく人口は右肩下がりであったが、1990年代以降の都心回帰の流れを受けて回復しており、2005年の国勢調査ではおよそ35年ぶりに人口が10万人の大台に達した。その後も区内では都心型の超高層マンションの建設が盛んで、居住人口は増え続けている。上記は一般路線バス。このか大阪駅。 梅田周辺に高速バスや空港リムジンバスも多数発着する。大阪市立大阪市立。ありがとうございます。